皆さんこんにちは。テレビアニメ SK とキャンディ客畑中タスクです。こんにちは、ザバランガ役の小林千秋です。はい、ということで今回も引き続きアフタートーク延長戦ということで、各週で7月4日のパッケージイベント、そう、愛のマスカレードまでね、はい、お届けしていきたいと思いますよ。いやー、もうまだ僕らも何をやるかっていう具体的な内容はない、わからないんですけど、あら、やっぱね、 SK8 初のイベントというか、僕ら気合い入ってますね。ぜひ、それは朗報、朗報、朗報が一個ある。マジでここで、うん、ここで、あのね、大喜利やんないっぽい。そこかい。やった、マジで朗報だよ。これは朗報だろ。これやるんじゃないの。いや、ちょっとやんないっつってんだ。アニプレックスさんが、あ、もうあのアニメジャパンの事故でもうコリコリしたので、もうやらないっすよっつって。タスクで、そう、タスクの事故で、なんかもうさらにその言葉を聞いて、俺も流血、甘く見ちゃダメよ。いや、言えば言うほどね、やる確率上がります。いや、頼むよ。はい、まあ、そんなわけでイベントね、4月4日1ヶ月切ってるわけですけれども、パンフレットのグラビア撮影を実は僕とタスクでしてきたんですよね。やってきましたね。あのなんか廃工場、そう、暗がりの中、あんな高級住宅街の廃工場なんだみたいな。ねえ、いや、すごいよね、なんかあの感じ。実は結構前に撮りに行ったことがあって、すごい懐かしい気持ちになって、なんか20歳ぐらいの時に、あ、20歳に廃工場に閉じ込められた。いや、ちょっとあの語弊があるけど。いやね、でもほら、 SK8 といえばさ、まあ、S の中でも後半は廃工場を滑るわけ。確かに、あそこをね、僕ら2人でちゃんとスケボーを持ってね、写真を撮ったっていうことで、おのおののスケボーね。そう、でもさ、やっぱスケボーを持って移動となると大変だから。まあ大変だ。あ、タスクがね、これね、優しいエピソードよ。優しいエピソードシリーズ話してくれんの？あの、初めてのシリーズだけど。初めてのシリーズだ、ね、いや、車をね、出してくれるんですよ、タスク。車買ったからさ。まあ、中古車ですけどね。当日とか朝にね、うん、今日スケボー持ってくよね。よかったら車乗ってくみたいな。僕らね、うん、あの家が近所なくて有名なんで。有名なのかな。ついでに乗っけてってやるよ。そのね、あ、じゃあお言葉に甘えさせてもらうよって言って、毎回この送っててもらってるんだけど、今回もそのね、さっきタスクが言ったように、ちょっと街の中の本当、なんだろう、周り全部お家みたいな、高級住宅の一角だったから、駐車場とかも普通のところなかなかなくて、ないね。まあ、今回だからアプリでね、予約して、予約した、あの普通の民家の方の駐車場を借りて、そう、そこに止めるっていう方法を取ったんですけれども、安いの、そう、そこでね、まあ無事家が見つかって見つかった、駐車してたんですよ。そしたら急に、おばあちゃんがずっと出てきて、出てきたね、びっくりした。あんたたち何を、いや、おばあちゃんあれ緊張感あったり、確かにね。いや、マジで、え、嘘でしょ、これタスク本当にここ合ってるみたいな。いや、だからもう何回も写真で確認してね、何回もこの人の家だってね、看板まで見たんだけど、危なかったね、あれは。だから僕は先にガシャッと出て、もう今年2021年一番の微笑みで悪い人じゃないですよって言って、ここの駐車場をアプリというか、そう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 、事前にね、予約して取ってるんですって言って、うんうん、でお金も後で払うんですっていうのを細かに説明して、ああ、そう、おばあちゃん納得してくれた。おばあちゃん納得して、あ、撮影前の緊迫感すごい。いやー一歩間違えたらやばかったですよ。いやー、でもね、まあ無事ちゃんとね、会ってたし、そう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 、共有されてなかったっていうかね、ご家族で。そんなね、ちょっとワクワクしたエピソードもありつつ、撮影が始まりまして、さっき言ったようにね、スケボーを持参して。そうだね、なんか結構撮ってくれたよね、結構撮ってくれて、あのポージングもね、いろんな、それこそオープニング映像とかさ、TikTok だっけ、 TikTok だっけ、 TikTok、 俺 TikTok って言ってるやつ初めて見たわ。 TikTok の、すごいな、なんか東京出たみたいな企画みたいでさ、僕らもちょっとダンス撮らせていただいたから、あれの感じもちょっとやったりとか、やったよ、いろいろね。いやー、もう劇中再現とかもうくっそ恥ずかしかったね。だって俺らオーリーできないんだもん。いや、もうできない、そう、できないし、そう、できないし、なんかこうちょっとあの友情を育むみたいな、なんかシーンとかもうやったりやんなかったりしたじゃん。まあネタバレになっちゃうから、やったりやんなかったりしたんだけど、まあもうなんかもう冷静になると思うけど、なんか恥ずかしい。イベントまでまだね、ちょっと残ってるので、そうね、楽しんでやっていきたいと思います。はい、準備していきましょう、イベントまで、ということで次回も楽しみに待っていてください。はい、それではキャンディ役の畑中タスクと浅川漫画役の小林千秋でした。またね。